エディンバラ旧市街は、スコットランドの首都エディンバラの一部、ユネスコ世界遺産に登録されている。中世の都市図とスコットランド宗教改革時代の建物が多く残る。一端は、エディンバラ城と主要な幹線である、ロイヤルマイル。実際には4つに区別される通りである、キャッスルヒル、ローンマーケット、ハイストリート。 そして現在廃墟となっているホリールード寺院へつながる、カノンゲートによって塞がれる。狭いクローゼスは、しばしば数フィートの幅しかなく、ヘリンボーン模様の、主な背骨のどちらの側にも下り坂へつながる。セントジャイルズ大聖堂やスコットランド、最高裁判所のような主要な公共建築物、または、市場のある場所は、大きな広場のそばである。 スコットランド議会ビル、ホリールード宮殿、スコットランド教会ゼネラルアッセンブリーホール、スコットランドロイヤルミュージアム、サージェオンズホール、エディンバラ大学といった有名なものが、旧市街にあり、おびただしい数の地下道と地下室、以前の建設過程の遺物などがある。通りの配置は、北、ヨーロッパ諸都市の旧地区の典型であり、エディンバラには、岩山の上にそびえる城。 死火山の名残などがあるため非常に絵画的であり、主な通りが山の畝の上から下ってゆく。都市の地形、クラグアンドテールは後期表記に作られ、大地との間の氷河が刻んだ痕跡がおぼろげになり柔らかな土壌を押し出した時に誕生した。しかし、火山性岩の硬い海砂層によって裂かれた。丘の上の険しい岩は都市の最初に発展した部分で、 要塞化されすぐに、現在のエディンバラ城となった。都市のその他の残りは、城のある岩山から平地へとゆっくりと広がっていった。これは、南部の湿地帯と北方の能力を伴う容易に、防御可能な地となった。主な道から居住区へ、アクセスするのは、たくさんの門と支壁を通らなければならないことで、制限が加えられていた。支壁は、唯一断片的に残る場所がある。 斜面の狭さにより空間の制限が強いられたため旧市街は初期の高収入者の一部の住居建築が並んでいた。高い住居は1500年代より後から基準となった。1700年代の旧市街はおよそ8万人の人口を抱えていた。しかし、さらに近代へ向かうとわずか4000人にまで劇的に減った。最近は 旧市街のあらゆる場所におよそ2万人が住んでいる。長い間住民は防護壁外側に住居が建てられるのは気が進まず、住居の必要性への訴えが増加するにつれ建物はより高くなる傾向にあった。悲劇的なことに、これらの建物の多くは1824年大火で破壊された。元々の基礎の上に再建された建物は地面の高さを変えることになり、 多くの通路と、旧市街地下の地下室が作られることになった。2002年12月7日、旧市街で起きた火事にカウゲートの一部が飲み込まれた。有名なコメディークラブ、ザ・ギルデッド・バルーンや、包括的な人工知能図書館を含むエディンバラ、大学情報科学学部の大半が破壊された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 ありがとうございます。